三、はい、鳥の木からお届け、札幌人図鑑。皆さんこんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは無節操制作団体靴下企画代表の黒田拓さんです。黒田と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今歌ってくれたのがこの靴下ちゃんで す, です、ね、パクパクパク、はい、靴下ちゃん、はい、この靴下ちゃんは初代靴下ちゃん、はい、はい、そうですね。この子との付き合い何年ぐらいなんですか。もう10年になるでしょうかしら。もう10年になります。靴下ちゃんこの子ね、使っておりますね。さすがにくたびれて、くたびれてまいりました。はい、この子のお話はまた後ほど出てきますのでね。はい、じゃあこれ一旦脱いでいただいて、はい、じゃあですね、黒田さんってどんなことをしてるのというところでは、今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日ご用意いたしました、はい、3つのキーワード、こちらになります。はい、じゃーん、こちらですね。はい、仮説があって追求していく過程を映像に、はい、論文より映像がいいんじゃないかと思った、は、靴下企画外面で検索。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、よろしくお願いいたします。はじめにですね、まあ、あの活動のご紹介をしていただきたいと思うんです。はい、靴下企画さんってどういうことをされているところなんですか。はい、映像制作を中心にですね、お芝居でありますとか、お芝居とか、展覧会でありますとか、イベントでありますとか、イベントとか、どうですね、ちょっとお堅いところですと国際交流プロジェクト、こういったことをですね、やらせていただいております。面白いなと思ったことは、まあ、媒体を問わず何でもやらせていただいているという団体でございます。はい、ね、靴下さん、はい、バックナンバーでですね、あの特殊メイクの吉田さんからの紹介で、今日は出ていただいたんですけれども、はい、短編も長編も撮られてますもんね。はい、あと海外の展覧会もたくさん出てますね。はい、撮らせていただいております。うん、短編映像ですとですね、投げ入れという作品がございまして、投げ入れ、こちらはあの割と海外向けに作ったという作品でして、ドキュメンタリーでございます。ドキュメンタリーなんだって。はい、ちょっとどんな内容か、まあ、ほら靴下企画さんってどんなにやってんのっていうのをイメージしやすいように、はいはい、ちょっとこう内容もね、はい、了解いたしました。うん、はい、お願いします。あの投げ入れと申しますのはですね、はい、ドキュメンタリーでございまして、はい、まあ、皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、生け花に、生け花で、まあ、自由に生けるという意味での投げ入れという言葉がございますけれども、これについて、ドキュメンタリーで追いかけた番組ではないんです。ないんですって。まあ、日本に、古来投げ入れという嘘のスポーツがあるのだという、ことをでっち上げまして、でっち上げまして、そちらの方を、海外からの、はい、取材班が取材したという設定で作った嘘のドキュメンタリーでございまして、遠くにあるあの花瓶に鍵にお花を実際に投げちゃうっていう、でそこに入った形で、はい、あの点数をつけるんだっていうその細かいルールをですね、全て作ったんですね。なるほど。ちょっとこうするとその説得力があって誤解するだろうなっていうことを全部ルールから何から歴史から全部作りまして、そして映像にしていったという作品です。はい、ルールの中で負けた方は本来は切腹していたのだという歴史をまたでっち上げておきまして、それが、まあ、今競技化された現在となっては、うん、その形式化されていると、うん、まあ、普通脇差しと呼ばれる小さいその刀で切腹をしていたんですけども、それが今はその現代になっては実際にそれをするわけではなく、うん、プラスチック製のものになっていて、日常的にもそのオフィスで人が失敗した時にそれを持ってこう謝るとか、そういうことがされているのですよということをあの逐一映像でくどく説明するということで、これはさすがにね、あの海外の方は嘘だと思ってくれてるといいなとは思います。思いますね。はい、その映画を見た人で流行らせたりしてね、そのプラスチックの私も欲しいとかなんて、なんかあったらすぐサッと出てカバンから出してくるね、ちょっとね、謝りますみたいな、ね、あの実際香港でですね、はい、まあ、あの上映されたんですけど、映画祭で、その後にその交流会がありまして、香港の方からですね、自分はその日本に行って着物ショーを見たんだけれども、このスポーツはどこに行けば見られるかっていうね話をされましたので、ないですよこれ、映画の中仮説ですからね。まあね、多分
洒落だとは思うんですが、うん、あのニューヨークの B ムービーフェスティバルという、B ムービーフェスティバル、はい、あの映画祭がありまして、こちらでドキュメンタリー賞を、あの取っちゃいまして、まあ、多分投げ入れが、多分大丈夫だと思うんですけどね。ドキュメンタリー賞を、はい、なかなかその映画祭も洒落が効いてて素敵ですね。洒落だといいなとは思ってます。私ちょっとその。偏ってるのか見くれてるのかわからないですが、様子のおかしなものをリズムで突き詰めていくのが大変面白いと感じられまして、なかなかそういうね、はい、あの映像見当たらないもんでちょっと作ってみようかなと思っております。あのちょっとね心配なところが、あのロシアの、はい、日本ブームだったのロシアのサンクトペテルブルグ映画祭というところで、はい、ノミネートされて上映されたんですが、うん、その時に上映されたその日本の作品が2つありまして、はい、1つがうちだったんです。投げ入れという嘘の時、うん、もう1つが、まあ、送り人だったんですね。でその、まあ、送り人は日本ならではの、そうです、そ、ね、市場感を、本当にある、あれは本当なんですけども、はい、そこに並ぶにはちょっとどうかなっていうのはあったんですが、まあね、どうなんでしょうね、あとは知りませんか。それはだから主催者のシャレですよ、はい、あえて並べたと思いますね。だといいですね、シャレの効いた映画祭だと思います。ロシアがねロシア、そんなエピソードございます、はい、そんなことがあります、はい、だから本当にこう映画を作るときにまずはオイラは仮説をしっかり作ります、はい、リズムでこうしっかりこう台本を作ってですね、そしてその追求していく過程を映像にしていくというところなんです、はい、ではこのあたりのこだわりのそもそも話を2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。2つ目でございますね、はい、2つ目こちらです。じゃーん、こちらでございます。